皆さんこんにちは、マイピカです。今回はですね、49ドルっていうね、格安でかっこいいトランジションとかね、ラッドとかですね、効果音とかが入っている、シネパンチっていうね、ソフトを紹介したいと思います。英語のねサイトからの購入に、なるかと思いますが、まあラッドの当て方とかね、トランジションの読み込み方とか、ソフトの使い方に関しては今回の動画でね、解説していきますので、最後まで見ていただければこのソフトの使い方は大体理解できるかなと思いますね。はい、でそれではですね、早速解説していきたいと思います。はい、ということで早速解説していきたいと思います。まずですね、シネパンチダウンロードするとですね、このような ZIP ファイルかながダウンロードできると思います。これがですね 5.27GB かな、かなり容量重いので、ダウンロードにねちょっと時間かかってしまうかなという感じですね。でこれをですねクリックするとこんな感じですね、いろいろファイルが出てくるんですけども、まずですね一番上ですね、一番上チュートリアルって書いてますよね。チュートリアルの PDF ファイルをクリックするとどうなるかっていうと、こんな感じのね、チュートリアルですね、 Vimeo と YouTube かなで見れますね。こうクリックするとほらこんな感じで YouTube のね、How to 動画から見ることができますんで、まあ1分ぐらいとねそんなに長くない動画なんで、まあ見やすいかなとは思いますね。でちょっと戻ってですね、でちょっとね全部紹介しきれないんですよ。かなり数が多くて1万個ぐらいあるんで、全部ちょっと紹介しきれないんですけど、自分がねちょっと気に入ったものからちょっと紹介していければいいかなと思ってます。はい、ではですね、一番ね気になったラットですね。ラットもね結構あるんで、このラットマスターっていうやつですね、上から、6番目ぐらいのやつかなをクリックしてもらうと、ここにもねインストールのガイドがありますんで、これ動画であるんでね、まあ、これ見てもらってもいいんですけど、今回ね説明していければいいかなと思いますね、僕の方でね。でこれ一番上のクリックしてね、プレミアプロ CC プリセッツインストールかなをクリックして、でこれラットマスターですね、ここにねいっぱい入ってるんですよね。でまあカメラプロファイルズとかから、カメラプロファイルズ入れるとですね、これキャノンとか DJI とか GoPro とか、あとニコン、パナソニックに関しては GH4 とかね GH5 とかありますね。 GH5S みたいなね機種がなかったりとか、あとソニーとかもね最新機種がなかったりしますね。はい、6300とか RX100M5 とかになってますね。ただねこれラットって言っても、これ当てて例えば最新機種の M7 持ってるっつっても、5のやつ当ててちょっといじってもねいいと思うんでね、何もこれと同じ機種を使う必要性はないと思うんで、キャノンとかもね 5DM4 とか確かあったはずですね。あ、 5DM4 ないんか、 M3 までしかないんかな。ああただまあここら辺でねカスタマイズはできるんで、でですねインストールの仕方ですね、インストールの仕方はですねちょっと戻ってもらって、まあ、もちろんですねここのねキューブファイルかな、キューブファイルをラットのところにね放り込んでもらうと、 Adobe CC のねっていうのもいけるんですけど、一括でねやりたいやっていう方はですね、ここの、CC192019 かな、ここですね、これプリセットっていうのがあるので、これを読み込んでもらえればいいかなと思います。でどうやって読み込むかっていうとですね、ここのエフェクトのとこですね、エフェクトで、ここかな、エフェクトでですね、まあ、プリセットっていうのがあるんで、まあ、プリセットの読み込みですね、プリセットを読み込みっていうのがあるので、ここを読み込んでもらって、ここのですねシネパンチのちょっとこれ戻ってラットですね、インストールここですね、こここれですね、でこれ当ててもらうと、これ開くとどうなるかって、これ結構時間かかりますね、結構重いんで。はい、で、プリセットの方でね先ほどのように読み込んでもらうと、このラットマスターというのが出てくるんですよ、エフェクトのところにね。これエフェクトっていうのがない場合はですね、ウィンドウのエフェクトかな、ここチェック入ってれば出てるはずですね。でこれ僕の位置ここにありますけど、これはいろいろ変更できるんで、僕は多分ここに入れてるだけで、はい、多分どっかにあると出てくると思いますね。でこのラットマスターやってもらって、これいろいろ出てきますよね、はい、これで当ててあげますよっていう感じになってますね。はい、で実際にですねラットをどうやって当てるかっていうとですね、まあ、ここに、いろいろ動画ファイル4つぐらい並んでると思いますけども、ここねこれログ撮影してるやつですね。でラットを当てる場合のですね注意点はですね、ログ撮影ができるカメラじゃないとちょっと難しいとは思いますね。はい、 GH5 とか GH5S とか、 GH5 はちょっとキー買わないといけないんで有料になるんですけども、まあ最近出る GH5M2 かなとか、あとはソニーのやつもいけますね、PP10 とかで撮ったりとかね、 PP9 とか、あピクチャープロファイルですね、ああいうので撮れるカメラであればできますね。でまあ一応これに直接当ててもいいんですけど、調整レイヤーでね
当てる人が多いかもしれないので、調整レイヤーまあ作って作るじゃんね、作ってでここにね、この先ほど読み込んだラットマスターのやつをちょっと入れていくかなっていう感じになってますね。まあ、カメラプロファイルとこう GoPro とかもあるのがいいんですよね。まあ、パナソニック GH5 もありますよっていう感じになってます。これいろいろ当てたりとか、まあ、こういうのなんか1個当てましょうか。はい。で、まああのね、まあ、このラットマスターからラックスって読めばいいのかな、この101っていうかな、ラックス101みたいなやつをこれをねちょっと当ててみて、これね右側に出るのもいいですよね。ほらこういうやつね、ちゃんと選択されるし、どういう色かっていうのが分かるんで、でもまあこれこういう風にここに貼って、ほら色変わったでしょ、分かりました、ほら全然色違いますよね。これでちょっと調整したりとかで、ちょっとこれね、暗いなっていうんであれば、あ、この右側のルメトリーカラーかな、これも、ウィンドウからこれでルメトリーカラーどっかにあると思うんで、これからこれチェック入ってればいけますね。ほんでまあちょっと暗いなと思うんやったらちょっと明るくしたりとか、こういう風にね明るくなってるでしょ、明るくしたりとかコントラスト増やしたりして、まあ、微調整していきますよと、シャドウを増やしたりとかですね、これでなんちょっと引き締まった感じにしたりとか、これ自分好みの色味にしていきますよって感じですね。こういうラットがいっぱい入ってますよっていう感じになりますね。はい。で先ほどねちょっと当てたラットなんですが、こっちはかかってないですよね、白いままですよね。はい。全部当てたいやっていう場合はこれ全部伸ばせばいいんで、はい、全部当たります。はいね、一個一個作り込みたいっていう方はまた別ですけどもね、こんな感じで、これはちょっと入ってないですね。こんな感じで伸ばすだけでいけますよっていう感じになってますね。はい。で続きまして、このですねパックはですね、サウンドも入ってます。はい。このサウンドパンチと、このなんて書いてるのかな、トレイラーパンチシネマティックサウンドミクサーかな、これも入ってて、これねめっちゃ音あります。はい、めちゃくちゃ音入ってますね。でいろんなあの効果音とかを使えますよっていう感じに、なってますね。はい。こっちもね、こっちの方はね、あのそんなに量は多くないですね。それでもまあそれなりに入ってますけどね。これ2個がサウンドになってますね。1個上の方はね 1.5GB ぐらいあるんで、これか、うん、これ結構容量多いんで、ちょっとね注意しないといけないですね。これも使い方簡単で、これ、WAV ファイルありますよね、これもここに入れて放り込んで、ほんでここ使うだけですね。ただこれ注意点があって、音量がちょっとでかいと思うんで、これねどんな BGM 読み込んでもそうなんですけど、だいたい音でかいと思うんで下げといた方がいいっすね、うん、ちょっと下げとかないと音うるさいと思うんで、こんな感じですね。はい、はい、こんな音がですねいっぱい入ってますよっていう感じになってます。はい。ということで、次はですね目玉中の目玉なんじゃないかなと思ってまして、次ですねトランジションですね。はい。でトランジションに関してはですね、トランジションパンチ 5.0 とトランジションパンチプリセッツっていうのがあるんですけども、まずプリセッツの方かな。プリセッツはねこれさっきと同じように読み込むっていう形になってますね。ただですねこっちで読み込んだ場合どうなるかというと、こういう風な感じにインストールできるんですけど、どんな感じのトランジションかっていうのが分かりにくいんですよね。なのでですね、この上のトランジションパンチ 5.0 っていうのをクリックしてもらうと、ここにねプロジェクトファイルがあるんですよ。でこれを読み込んだ方がいいかなと思いますね。自分のこのプロジェクト自体はですねこっちかな、はい、こんな感じでね、シネパンチ YouTube 紹介動画みたいなやつを作って、こっちで読み込んでますね。でこれを開いて、自分の作ったやつですね、これを開いて、ほんで、こっちファイルですね、ファイル、わかります、ファイル、左上にファイルでプロジェクトを開くですね。はい、プロジェクトを開いてもらって、シネパンチのこれですね、シネパンチ 5.0 のこれですね。でこれ2個できてると思いますが、これをね一番最初に読み込むと、これが勝手にできるっていう感じですね。一番最初こっちしかないと思います。はい、うん、まあ新しくできたやつを今回読み込むとして、これね、はい、開くにするとどうなるかっていうと、これ結構時間かかりますね、量多いんで。はい、読み込めました。でどうなるかっていうとですね、皆さんのその左下かな、はい、ここの部分にいっぱい出てると思いますよね。はい、ここにトランジションとかね4つあって、ここめっちゃあるんですよ、こんだけありますからね。これ全部トランジションですよ、これトランジションで、こっちもモーションパンチとか書いてますけど、ここら辺ほらこれも全部あるし、
ていう感じですね。うん、でこれズームがこんな感じになってますよっていう感じですね。ただですね、これだとちょっと分かりにくいじゃん、文字で書いてるだけだから。でそういう場合どうするかっていうとですね、ここを右クリックして、こうリストになってますよね、こうアイコンにします。はい、アイコンにすると出てきますかな、トランジションで。これもね、なんか順番並んでないんで、順番をですね、名前の順番にすると1から並ぶんで、ズームでいいんかな、これこれかな、ほらこんな感じで、わかります、どんな感じかわかります。はい、このカーソル合わせることによってね。でこれで何がいいかなみたいな感じで選んでもらうっていう感じになってますね。はい、ではですね、もし何かしらね、まあこれを気に入ったとしましょう。これね、ズームインアウトってやつかな。でこれを気に入ったとして、じゃあどうするかというと、ワンクリックでね、ドラッグ&ドロップですね、これこうやってつまんでここに持っていきます。はい、ここに持っていくとこんな感じで、ここの間ですね、はい、ここのこことここの間に合わせる必要がありますね、トランジションはね。でこれ全部音声ファイルですね。でここもね、さっき言ったように音量でかすぎるんで下げといた方がいいですね。これはね、オーディオトラックミキサーっていうのを表示させると、これウィンドウから表示させれるんじゃないかな、これですね、うんですね、これで多分いけてると思いますね。はい、やるとどうなるかっていうと、こんな感じ。はい、すごいでしょこれね、なんかめっちゃちょっとかっこよくなりますよね。はい、こんな感じで、はい、こんな感じですね。はい、まあ、もうちょっとね、このシーンにあったらさすがにこの桜のシーンとマッチしてるかって言われたら怪しいですけど、まあ、こんな感じでね、簡単にトランジションを入れることができますね。他にもいろいろなんか いっぱいあるんで、まあ、何がいいかっていうのはね、人によるとは思いますけども、こういうのもいいんじゃないか。ここにちょっとじゃあ当てはめてみましょうか。次のシーンね、これこんな感じ。おい、お、すげえ、 これいいんじゃないのね。はい、あとですね、音声がちょっといらないやっていう方は、これも普通に削除すれば音声なくなるんで、はい、こんな感じですね。ほい、でこれで好みのね、音声を当てたりとかすることもできますね。これいいんじゃないかな、これ結構いいっしょ今のね。はい、っていうこともできます。ということで、ね、トランジションはね、ほんといっぱい入ってるんで、びっくりするぐらい入ってるんでね、まあいろいろ自分に合ったやつを探すといいんじゃないかなと思いますね。結構かっこいいやつも入ってるんでね。はい。で、うまくですね、映像に合わせたようなものを使う必要がありますね。ただですね、トランジションっていうのは注意点がありまして、あまりですね、かっこいいやと思ってバン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 入れてるとどうなるかっていうとね、逆にダサく感じますね。はい、あとはですね、トランジションっていうのはやっぱしね、目に負担もかかるっていうこともあって、見てるね、視聴者の人が疲れたりするんで、目が疲れたりするんでね、だから冒頭15秒ぐらいのオープニングにちょっと入れたりとかね、うん、アクセントとして入れるっていう感じで、こういうのをね、常時使ってるとやっぱしね、ちょっとダサく感じると思うんで、トランジションっていうのはやっぱ使いどころがね、ちょっと難しいっていうかね、ちょっと考えないといけないところもあるよと、うん、ただね、ワンポイントワンポイントで導入するとほんとかっこいい映像になると思いますんで、はい、そこはね、いろいろ慣れっていうことで、いろいろね、やってもらえればいいかなと思いますね。他にもですね、まあいろいろありまして、これかな、リークパンチカラーオーバーレイズって書いてるのかな。はい、これはね、なんかモブファイルが入ってるんですよね。でこれまあちょっとクリックしてみるとどんな感じになってるかっていうと、これちょっと見えんのかな、こんな感じ、ほらこんな感じ。え、この映像何みたいな思わへん、これなんか 2秒ぐらいしかないし、この2秒しかない映像は何に使うのと思ってるかもしれないけど、まあ、これ例えばですね、これちょっと元に戻ってこれ、はい、ドラッグ&ドロップします。はい、でこれをこっちに引いてきます。これでもあれやな、映像も入ってるから、ここ撮ったらいいんかな、映像だけで、はい、映像だけ撮ってきて、これ尺が足りてないねんけど、まあ ここでやりましょうか。はい、あ、ここの間かな。はい、ここにね、載せるとなんか、ほら、なんかいきなり真っ暗になるじゃんね、これなんか全然使えないなと思うかもしれないんですけど、これクリックしてください。クリックしてですね、エフェクトコントロールですね。はい、エフェクトコントロールのところ開いてもらって、描画モードですね、描画モードをスクリーンですね、一番最初通常になってます。通常をスクリーンにするとどうなるかっていうと、こんな感じになって透過するんですよね、これね。はい、こんな感じ、こんな感じですね。はい、こんな感じで使うことができますよと。まあこれもね、シーンに合わせて使っていくっていう感じかな。うん、はい、
こんな感じでできますよと、こういうのが結構いっぱい入ってるって感じですね。はい、ということで続きましては、いやまだまだあるんですよ、こんなもんじゃないんですよ。はい、まあ上から2番目のですね、シネパックスプレビューガイズかな、ここをですね、クリック、 PDF ですね、 PDF クリックしてもらうとどうなるかっていうと、はい、こんな感じのね、サイトにリンクされます。でこれなんかシネダストやらなんかアナモルフィック、クリームズとかなんかいろいろあるじゃん、こういうのをまたダウンロードできるんですよ。うん、だから一番最初にダウンロードした 5.2 ギガやったかな、それ以上のものをダウンロードできます。はい、どれぐらいのギガになるのか分かんないですけどもね。でちょっとこれね、全部ちょっとダウンロードすると時間かかりすぎるので、これインクのやつとかもありますね。あとはですね、これはね、霧とかを発生させておくから、さっきほどのあの合成みたいな感じで霧をね発生させたりとか、あとはこうちょっと光らしたりとか、あとはこれシネダストって言ってね、ホコリみたいなやつをちょっと出したりとかっていうことができます。で今回はですね、これをちょっとダウンロードしてみました。はい、ダストはですね、これですね、ちょっと1個入れたんで、はい、これダストですね。はい、これダストなんですけど、まあ普通にダウンロードできますね。でそのダウンロードもねすごくて、解像度選べるんですよ。 1080p とか 1440 とか 4K とか選べますね。はい、だから自分の好きなやつで、今回はですね 1080p かな、フル HD なんで 1080p でやってます。これ結構バー長いんですけどね、これちょっとあの消しましょうか、さっきのやつちょっと邪魔なんで消してですね、はい、どうなるかっていうとですね、まあこれこんな感じ、ちょっと見てもらいましょうか。ほら、そうでしょ、こういうダストみたいなのを合成できますと。でこれはもう先ほどと一緒でですね、まずここクリックしてないとダメですよ。ここクリックした状態でエフェクトコントロールの描画モードをスクリーンですね、はい、通常になってると思いますけど、一番最初はねスクリーンにすることによってどうなるかっていうと、まあこれちょっと、まあ、こんな感じですね。ほら出るでしょ、はいね、こんな感じになりますよと。なこれちょっとラット当てましょうか、はい、これで見やすくなってます。ほらこんな感じになります。はい、ちょっと桜とは合ってないんですけど、例えば雪景色とか、雪景色でこれなんかちょっとダスト待ってるような感じを撮りたいとかね、人物撮ってモデルさんとか撮ってる時にこういうのを出したいとか、うん、あとはこういう風な感じで、これちょっとあれやな、ラット効いてるからこれちょっと外して、こんな感じですね。ほらすごいでしょ、なんか美味しそうに見えるとかみたいな感じで、これちょっと邪魔です、これちょっとあれですね、まあこんな感じですね、これちょっとさっきの効果音なんで、こんな感じでできますね。すごいでしょ、これは元から落ちてるやつですね、これ今ちょっと落ちたけど、はい、これ合成してるやつ、今あるやつがです。すごいでしょこれ、はい、っていう風な、こういうことがですね、マジでドラッグ&ドロップだけでできます。はい、だってこれこうやって持ってくるだけやもん、持ってきてさ、あのスクリーンに変えるだけやから簡単ですよね。うん、さっきのトランジションなんかほんとワンクリックだし、ワンクリックで終わりやから何も難しくないですよね。っていう風な感じでね、ラットとかこういう合成したりとか、あとトランジション使ったりとかっていう、あのいろいろ入ってて5000円ぐらいで買えちゃいます。はい、これめっちゃいいと思わないですね。うん、っていう感じでちょっと紹介してみましたね。はい、いかがだったでしょうか。49ドルでこれだけのものがね手に入るので、かなり安いと思いますね。まあ、YouTuber 的にはトランジションとかね、ラットが多く入ってるのがいいですよね。またトランジションに音声ファイルもね、同時で含まれてるので、本当にワンクリックでね、ドラッグ&ドロップですぐにね、効果音までも呼び出せるのが、まあ、非常に便利かなと思いました。今回紹介した以外にもっとですね、他の素材も使いたいという方はですね、月額 16.5 ドルかな、でテンプレートがね、使えるサービスもありますので、まあ気になる方はね、そちらに加入してみてもいいんじゃないかなと思いますね。今回紹介したソフトは下にリンクを貼っておきますので、よろしければね、リンク先を確認してみていただければいいかなと思います。英語のサイトですが、今回の動画でね、導入方法をね説明しましたんで、わからないところはね、まあ、何回か繰り返してね見ていただければいいかなと思いますね。まあ、今後ともいろんなね動画を投稿していきたいと思ってますんで、もしよろしければですね、高評価とチャンネル登録お願いします。ということで、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。